ぽんちゃん。はい。はい。はい。おかえり。寒いんでしょ。ぽんちゃん、どうしたの？じゃんくん、おはようございます。おはようございます。よいしょ、じゃんくん。突発性膀胱炎って呼んでたけど、そうじゃなくて特発性、特発症、特発性の膀胱炎ということが分かりました。今ね、昨日アップしたやつを文字を書き換えました。というのも、詳しく話すのはもうやってしまったと思うんですが、原因不明のものは特発性、突発性と呼ぶんだそうですよ。その中にストレスっていうのも含まれているのかもしれないんですけど、ストレスを数値化することって難しくてですね、それが原因ですとは言い切れないわけですよね。でも、膀胱炎の要因の一つには挙げられているそうです。だったらじゃあどうするっていうことで、いろんなことをうちではしていますけれども、一つその食事療法というかですね、 CLT だったかな、 CTL だったかな、CLT ですね、 CLT というのが入っている食事、ご飯をあげ始めています。これ今試供品で持たせてますが、買うと結構高いそうです。まあそれがいいんであればっていうよりは、もうそれ以外に方法がないのでね、それを続けていこうと、その前に先生がちょっと一回見たいなとは言ってる、ね、ああそうね、ということで、この、特発性突発性の膀胱炎というのは結石と、菌の感染ですね、がない、膀胱炎、そうではない、膀胱炎ですね。ということは原因不明ということになります。目に見える、実証として見える、原因はその2つ。結石による膀胱炎、それから、菌に感染してという、雑菌が入ったとかそういうことなんでしょうけどね。もう一度病院では調べてもらって、食事で何とかするしかないと。あとはもう愛でやるしかないということですね。ジャン君、ゆっくりお休みください。あんちゃん、またトイレですか、じゃんくん。ぽんちゃん、ぽんちゃん、おいで。あ、ママさん来たから迎えに行ったね。ポンちゃん、なんでそんなとこいたにゃ。ポンちゃん走って行ったよ。走って行ったね。どこ行っちゃった。はい。おいで。ポンちゃん、寒いよそっち。おいで。ポンちゃん、来た。ポンちゃん来た。ポンちゃん、おいで。ポンちゃん。おいで。またですか、ジャン君。ポンちゃん。はい。はい。おいで。おかえり。寒いんでしょ。ポンちゃん、どうしたの？はい。ガキガキ走りたくなっちゃうんだよね。はい。トイレ入ったのかな？どうだろう。トイレ入った後走るよ。うん。
むね。ジャン君、ポンちゃん、そろそろお休みの時間ですけど、ポンちゃん暴れるの？ポンちゃん暴れる？ちょっと食べたから元気になったのね。はい、ポンちゃん。あん。かわいい。あん、来たの？うん、じゃん。ジャン君、ジャン君はまたトイレ？まあ、ちょっとポンちゃんと一緒にレンジしてたのね。ポンちゃん。行かないときは全然行かないのに。後ろ足でタクタクします。後ろ足でなんかキリ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 するんだよ。いっぱい散るんですよ、ジャン君。さっきすごい大量の砂をほうきで吐き出しましたよ。